皆様こんにちは。サポラの小松バラリーです。今日はお出かけ前にサクッとわかる簡単オペラ解説。第3弾はジュセッペ・ヴェルディ作曲、マクベスをお届けいたします。これは、ヴェルディが33歳の時に書いた第10作目となる作品です。原作は1606年、シェイクスピアが11世紀のスコットランド王、ダンカン王の史実をもとにして書いたお話です。 ここはスコットランド。スコットランド王に仕える二人の武将、マクベスとバンコそしてマクベスの妻、マクベス夫人。第一幕。幕が開くと、そこには髭を生やした魔女たちが丸巧みをしています。そこにマクベスとバンコが現れ、この世のものとは思えぬこの魔女たちに驚きます。彼女たちはここで、マクベスに、お前はコーダの領主になるだろう。 そして最後は、スコットランドの王になると予言します。番号には、君は王にはならないが、王の父となると予言し、魔女たちは消えていきます。そこへ死者が現れ、王様があなたをコーダの領主に選ばれましたと告げ、早速予言が当たったことに驚くマクベス。次の予言は、 俺が王になると言っていた。予言内容とコーダの領主になったことを手紙にしてマクベス夫人に送ります。手紙を受け取った夫人は夫の野心をたたえつつも同時に非常になりきれない彼の弱さを寄与します。そこへタイミングよく死者が今夜この城にダンカン王がお泊まりになりますと伝えにやってきました。彼女は後期到来と喜び、 マクベスが戻ってくると、早速王の暗殺計画を持ちかけます。野望に満ち、誰よりも腹黒いのがマクベス夫人、夫を焚き付けます。いざとなったら、女は本当に怖いですね。深夜、マクベスは目の前に浮かんでくる担当や血なまぐさい幻影に怯えながらも、暗殺を決行すべく、王の休む部屋へと向かいます。 気をもみながら待っている夫人の前に、怯えながら血に染まった探検を手にしたマクベスが戻ってきます。警護の者たちへ罪をなすりつけるために置いてくるはずだった担当を手に戻ってきてしまったマクベス。もう恐ろしくてあの部屋は戻れないとおじけづいている彼から担当をもぎ取ると、夫人は自分の手で担当を置きに行きます。手手、のついた手血のついた手に怯える夫に、私の手と同じです。 血の汚れは洗えば綺麗に落ちるわ、と引きずるように自分たちの寝室へと去っていきます。次の朝、王を起こしにいたファイフの領主マクダフとバーンコーは、変わり果てた王を見つけ、城は大騒ぎになります。何食わぬ顔で現れたマクベス夫妻も一緒に神に祈り、王の復讐を誓います。第2幕、暗殺されたダンカン王の息子、マルコムは、 意の危険を感じてイングランへ、イングランドへと逃亡。マクベスが、ついに王位につくことになりました。しかし今度は、魔女たちが、バンコウに向かって、お前は、王の父となると予言したことにとらわれ、不安にさいなまれています。マクベス夫妻は、バンコウとその息子の暗殺を決意し、夫人は、 これで夫の王位を脅かす者はなくなるわ。とありや、日の光は弱くなりを歌います。場外の夜道、蛮行とその息子はマクベスの放った死角に襲われ、蛮行は必死に息子を逃がし、自分は殺されてしまいます。マクベス城の大広間では、マクベスが王位についたことを祝う宴が開催されています。 乾杯の温度を取るマクベス夫人。そこに資格の一人がマクベスに、バンコは仕留めたが、息子には逃げられた、と耳打ちをすると、バンコの座るはずだった席に、バンコの亡霊が見え、マクベスは取り乱し、あらぬことを口走り始めます。夫人は取り繕いますが、その場に招かれた人々は、二人のやり取りから、マクベス夫妻が王位を得るために、悪事に手を染めたことを感じ取ります。 第3幕、再び魔女たちの住む洞窟の中。再びマクベスが現れ、我が身の将来について予言してくれとお願いします。魔女たちは地獄の霊を呼び出し、マクベスに予言します。マクダフを信じないこと。お前は女の産んだものには負けない。そして、バーナムの森が動いてこない限り、 お前の地位は、脅かされない。それを聞いたマクベスは、森が動くことなどありえないと安心しますが、最初の予言を気にして、バンコウの息子が王になることはないのか、としつこく尋ねると、魔女たちはバンコウによく似た王の亡霊を出現させ、マクベスは取り乱し、気を失って倒れてしまいます。マクベスが正気に戻ると、 魔女は姿を消し、夫を探しに来た夫人に、マクダフとバンコーの息子さえ殺せば、王位は安泰だ、と夫妻はまたも暗殺の結婚を決意します。第四幕、スコットランドとイングランドの国境の荒野にて、スコットランドの難民たちは暗殺を繰り返す、マクベス王の恐怖政治に国の行く末を憂いて、孤児たちを 嘆き悲しむ者たちを、を歌います。メルディのオペラには、充実した楽勝曲が作られますが、この曲も悲しみ、深い悲しみ、嘆き、憂い、ぐっと心を締め付ける名曲です。ファイフの漁師マクダフは、殺されたダンカン王の息子、マルコムを守るため、一緒にイングランドに逃亡していましたが、その間にマクベスによって殺された 自分の祭祀を思い、後悔の念に駆られて歌うのが、ああ、父の手はお前たちを守れなかった。多くのイングランド兵を率いたマルコムは、目の前のバーナムの森の木の枝で身を隠しつつ、皆前進するようにと命令します。マクダフや難民も加わり、バーナムの森に扮した大軍は、マクベスを倒しに向かいます。その頃、 マクベスの城では、夫人が明かりを手に、夜中に手をすり合わせ、血だらけの手を洗う仕草を繰り返しながら、罪の重さに耐えきれず、発狂して部屋へ戻っていきます。一方、マクベスは、マルコムマク、マクダフラが攻めてきたことを知らされ、怒りをあらわにしますが、同時に自分の衰えをひしひしと感じ、お前の墓に捧げられるのは、罵のりの言葉だけだ。 と自虐的になって独白するアリア、慈悲、尊敬、名誉を歌います。さらにそこへ、マクベス夫人の死の知らせが届きます。バーナムの木の枝で身を隠しながら攻めてきた彼らは、バーナムの森が動いているとの報告に、マクベスは恐れをののきます。そしてついにマクダフとの一騎打ち、 俺は女の産んだ者には負けないと予言の言葉を口にしますが、マクダフは、俺は母の死球を蹴破ってこの世に出てきたと叫び、マクベスを刺し殺し、戦いは終わります。マクダフは、新王マルコムが王位を継承したことを宣言し、圧政からの解放に皆喜び悪となります。ベルディはこのマクベス夫人には、 悪性で歌ってほしいと言っており、言葉をはっきり発音させるため、低い音を多く使い、シェイクスピアの芝居を演じる女優と同じくらい、言葉が立ち、生々しいセルフ回しができるような歌手を求めたそうです。そうは言うものの、マクベス夫人に書かれたのは3曲のアリア。コロラトゥーラの技術も必要で、高音も出てくる難曲揃いです。皆様もぜひ劇場に足を運んで、生の舞台を体験してみてください。 それではまたお会いしましょう。さようなら。